それではまた別の動画でお会いしましょう。バイヤー。終了。はい、お疲れ様です。2台目ずっと気になってたんですけど、はい、あのそのコードがひっついてる足のやつ何なんですか？これですか？はい、これですね、私超冷え性なんですよ、はいはいはい、で、これ、はい、中にヒーターが入ってるスリッパなんです。あ、じゃあこのコードはそのヒーターのためにあるやつですか？そうなんです。ここにね、ほうほう、こういう風にオンオフの切り替えがあって、はい、で、これね、タイマーがあるんですよ。1時間、2時間、3時間で、これは1時間、2時間、3時間で切れる、うん、そう、切れます。ほうほうほう。で、ここで温度の調整をすると、うーん、一応あの45度までの温度になってます。はい、はい、なんで、うん、ちょっと暑いお風呂に浸かったぐらい、あ、うん、足湯っぽい感じ。はいはいはい、はい、その足がね、うん、冷えるっていうのはもうこれからの時期は女性は多いでしょうから。そうなんですよ。で、しかも、はい、これつま先とかかとに入ってるんですよ、はい、あ、2箇所にヒーターが入ってるってことですね、うん、で、ここにね、ジップがあるんですけど、ここにコードがつながってるんですよ、はい、なんで、移動しますっていう時に、ボスッと取るんですよ、うんうん、あ、今コード抜いた、そう、抜いた、で、パッて閉めちゃえば、はい、普通のスリッパになる。あ、そうか、もうずっとコードでつながってるわけじゃないんですね。そう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 、なんで、ちょっとお手洗いに行きたいよとか、はい、ちょっと飲み物買いたいよっていう時は、これスポンと抜いちゃって、で、まあもちろんオフにするんですけど、はい、これでテクテク歩いていける。これコード今何に繋がってるんですか、元は？これね、実は USB で給電するようになってまして、はい、今モバイルバッテリーにくっつけてます。あ、はい。で、片足ずつについてるんで、そうか、だから2つ今ついてるんですね。そう、2箇所についてます。じゃあこれ基本はパソコンとかにつないで使うっていう形なんですか？うん、そうです、そうです。パソコンの USB にあのブスッと挿してもらってもいいですし、はい、バッテリーにつけてもらっても大丈夫です。これね、さっきコード抜いたじゃないですか、はい、この部分の中なんですけど、ヒーターがね、これ取れるんですよ、こうやって。うーん、取り外しができるんですね。あ、それがヒーターなんですね。これがヒーターです。で、これを抜いちゃえば、はい、やっぱりあの冬場あったかいとちょっと汗かいちゃったり蒸れちゃったりする。そうですね。で、汚れとか気になるよっていう場合はこれ水洗いできます。おお。なんで洗えちゃうんだ、これ。そう、洗えちゃうの。すごい、ね、すごいでしょ、はい、なんでちょっと汗とかで匂いとか気になったらとか思ったら洗える。で、またこのヒーターを入れてあげればまた問題なく使えると。問題なく使えると。これはね、今までなんか、ヒーター付きのスリッパみたいな、なんかそういうの、はい、あの湯たんぽとかね、うんうんうん、そういうのはね、あったと思うんですけど、なんか洗えないものが多くて。確かにそういうの基本洗えないでしょうからね、うん、そうそう、なんですけど、これは取り外しができて、こうやって後のジップだけ閉めちゃって、あとコードつなげりゃいいだけなんで、はいはいはい、これはすげえ便利。なんか洗えるっていうのはすごく大きいですね、うん、衛生上ね、やっぱスリッパとかね、洗えた方がいいですから。で、裏はちゃんと滑り止めがついてるんで、はいはいはい、はい、もう本当に普通のスリッパですね。そう、だから絨毯とかだったらそんなに滑らないかもしれないけど、例えばフローリングとかね、はい、はい、あのお家で使う時にはブツブツがちゃんと滑り止めになってくれるんで便利です。実はね、機能というかね、はい、手袋もある。あ、同じ、そう、同じ系列の手袋ってことですね。そう、実はまあ冷え性って言ったじゃないですか、はい、足だけじゃないんです、手も冷えちゃう。確かに結構あの、うん、冬とかにパソコンとかで触ってたりすると、うん、もうあの指先がすごい、そう、もう冷たくなってるじゃないですか。そうそうそう。で、しかも朝来ました、はい、ちょうどね、出勤してきた時が一番手冷えてるわけですよ、うんうんうん、で、もう速攻でね、こうチェックしなきゃいけないメールとかもあるのに、手がかじかんでキーボードがまともに打てないと、はいはいはい、っていう時にこれが便利で、これもね、中にヒーターが入ってるわけなんですよ、はい。で、これ指先まであったかいっていう、うん、あの手袋の名称なんですけど、はい、ここ開いてるやないかと。まあそうですね、開いてますね。なんですけど、ここにヒーターが入ってるんですよ。はあ、そう、この手の甲のところに、うん、なので、はい、あの、あったかいのがここに、ここの指にもあるわけですよ。はいはいはい、はい、ここを温めると指先自動的にあったかくなってくるんですよ。そうなんですね。そう、
なんかね、私も初め半信半疑でした、はい、空いてるやないかと。であったかいって言ったってさって思ってたけど、はい、ここはね確かに理にかなってると思いました。でしかもちゃんと指先空いてないと、はい、それこそキーボード叩けないわけですよ。スマホだって触れないわけですから。そうなんで、で手のひらにもヒーターはついてません。ついてないんですね、うん、ついてない。ほうほうほう。手のひらにヒーターついてると手のひらの方が汗かくじゃないですか。そうです ね。だからそこでついてない、はい、っていうのも便利で、これもさっきのヒーターと一緒なんです。これ実は全く同じものがついてるんで、ああコードは一緒なんですね。コード一緒なんです。スリッパも手袋も、うん、なんで、もちろんあの両手分こちらもついてます、はい、なんですが、足ちょっと熱くなりすぎたと思って、で手は冷えてるという時には足用のやつをパコッつけて、もうそのまま使えちゃうと。だからセットでのご利用をおすすめします。だからこれあれですよね、 USB の、 あの数さえ許せば、うん、あの4つつけれるわけですよね、手足に。そうなんです。もうポカポカしたまま、もうポカポカしたままオフィスライフを過ごせると、はい、過ごせます。ぜひとも皆様、はい、冷え性でお悩みの皆様、うん、ぜひともこちら試してみてください。おすすめでございます。これでね足をね足を上げてね、はい、ちょっとお下品ですよすいません、はい、ぜひともよろしくお願いします。こちらの商品の、詳細や、ご購入は下の概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひともチェックしてください。よろしくお願いします、はい、それではバイヤー。最近流行りの流行りのバイヤー。 TC24 のご視聴ありがとうございました。お願いその1、ぜひチャンネル登録してください。お願いその2、フォローやいいねをお願いします。お願いその3、アップバンクストアのお気に入り追加をお忘れなく。ぜひ次の動画もご覧ください。バイヤー。